今回の動画ではタイガースの最新情報として、4勝負けなしの高橋選手を野球評論家が絶賛した件について、そして不振に苦しんでいた中野選手と前川選手に復調の兆しが出てきた件について紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、阪神ファンでチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、高橋選手の熱投もあって勝利した13日の試合を簡単に振り返っていきましょう。巨人が苦手にしていたマツダスタジアムでまさかの3連勝を飾り、大きく状況が変化したセリーグ。タイガースは4連敗でゲーム差なしとなった広島を甲子園に迎え、勝負の2連戦を迎えました。タイガースが高橋選手、広島が大瀬良選手の先発となったこの試合。1点を争うロースコアの展開になるかと思われましたが、試合は序盤から大きく動きました。1回表に高橋選手が先頭の秋山選手のツーベースと送りバントでワンアウト3塁のピンチを招くと、小園選手のサードゴロで秋山選手が生還。わずか7球で広島に先制点が入りました。1点を追うタイガースは2回裏に前川選手と梅野選手の連打で2アウト1塁2塁のチャンスを作ると、高橋選手がまさかの内野安打で満塁に。そして近本選手が押し出しのフォアボールを選び、同点に追いつきました。3回は両投手ともに三者凡退に抑え、立ち直ったかと思われましたが、中盤にタイガース打線が大瀬良選手を捕まえます。4回裏にタイガースがヒットとフォアボールなどで2アウト2塁3塁のチャンスを作ると、近本選手が初球のカットボールをセンター前に弾き返し、ランナー2人が生還。さらに小園選手のエラーで追加点を奪い、タイガースが4対1とリードを奪いました。そして5回にも追加点を奪い、快勝ムードも漂いましたが、6回表に大きなピンチを迎えます。先制点こそ与えたものの、2回から5回まではヒット1本に抑えるという圧巻のピッチングを見せていた高橋選手。しかし、6回表に2つの四死球と内野安打でノーアウト満塁に。小園選手は打ち取ったものの堂林選手にタイムリーを、そして坂倉選手に犠牲フライを浴び、たちまちリードは2点にまで縮まってしまいます。ここで岡田監督は高橋選手を諦め、石井選手を投入。石井選手は2アウト1塁2塁という一発出れば逆転されるという局面で末金選手を見逃し三振に打ち取り、なんとか2点リードのまま6回を終えました。石井選手は8月23日の広島戦でも高橋選手が招いたノーアウト満塁のピンチを1失点で切り抜けており、高橋選手は石井選手に頭が上がりませんね。石井選手のナイスリリーフで広島の勢いを止めると、タイガース打線が追加点を重ねます。6回に前川選手がタイムリーツーベースを放つと、7回には森下選手が4試合連続となるホームランを放ち、タイガースのリードは再び4点に。2アウトランナーなしから飛び出した森下選手の一発は広島ベンチからすると相当なダメージがあったと思います。そして石井選手からバトンを受けた桐敷選手が2イニングを抑えると、最後は岩崎選手が抑え、見事に勝利。これで2位浮上となり、ヤクルトに敗れた巨人とのゲーム差は3に縮まりました。この試合で攻守に活躍したのが、高橋選手です。3度目の対戦ということでデータもたまり、相当対策をしてきたであろう広島打線に対し、5回まではほぼパーフェクトなピッチングを披露。6回はピンチを招きましたが、わずかヒット4本に抑え、しっかりとゲームを作ってくれました。これで復帰後4戦4勝となった高橋選手。4試合で4点しか奪われておらず、本当に凄まじい活躍だと思います。そんな高橋選手について野球評論家の岩田稔氏は、僕たちピッチャーはああいうボールを投げたくて一生懸命練習してるんですけど、真似したくても真似できないボールですね、と大絶賛。力強いまっすぐと打率の高い小園選手が明らかなボール球に手を出してしまうほどのスライダー、そしてツーシームなどを織り交ぜるピッチングは非常に完成度が高いです。来年もまだフル回転は難しいかもしれませんが、
1年間フルで戦ったらどれほどの成績を残すのか、本当に楽しみですね。そして、今後に向けた明るい材料が、中野選手と前川選手の復調です。昨シーズンはキャリアハイとなる2割8分5厘を記録したものの、今シーズンは思うように数字が上がってこない中野選手。2割8分を記録した4月以外は毎月2割5分以下の打率で、打線を分断してしまうことも多々ありました。8月は打率1割5分4厘にまで沈み、SNS でスタメン落ちを望む声が強まっていたのも事実です。しかし、9月に入ると、状態は一気に上向きに。直近6試合で3度の複数安打を記録するなど快音を連発し、9月の月間打率は3割3分3厘まで上昇しました。逆方向にもしっかりヒットが出ており、かなり状態は良さそうです。そして、8月以降状態を落としていた前川選手が復調の兆しを見せてくれたのも、今後に向けた明るい材料です。シーズン序盤から安定した活躍を見せ、7月終了時点では打率2割7分3厘だった前川選手。しかし、8月は月間打率2割3分2厘という厳しい数字に終わり、9月はさらに苦戦することに。なかなか思うようなバッティングができずにスタメンを外れる機会も増え、9月13日の試合前時点では15打数2安打、打率1割3分3厘という極度の不振に陥っていました。なんとか浮上のきっかけをつかみたい中、13日の試合ではセ・リーグ屈指の安定感を誇る大瀬良選手から2本のヒットを放つと、第4打席ではダメ押しとなるタイムリーツーベースを放ち、8月1日以来となる猛打賞を記録。そして久々のお立ち台では、ずっとチームに迷惑をかけていたので、久しぶりにチームに貢献できたと喜びをにじませました。タイガース打線を見ると、1番の近本選手と3番の森下選手が驚異的な活躍を見せ、4番の大山選手も9月は快音を連発。森下選手の陰に隠れがちですが、大山選手も9月は月間打率4割とかなり打っています。佐藤輝明選手は少し状態を落としていますが、下位打線の梅野選手や木浪選手にもヒットが出ており、打線はかなり活発です。そこに中野選手と前川選手が復調してくれば、かなりつながりのある打線になるでしょう。マツダスタジアムでの劇的な3連勝で巨人が優勝にぐっと近づいたかと思いましたが、最下位のヤクルト相手に取りこぼしており、最後まで全くわかりません。今後はゆとりのある日程で、エース格をどんどんと登板させられるので、強烈なラストスパートを見せてほしいですね。最後まで目が離せません。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。